柔らかく綿毛舞う春風の空は青く。って言っていいですかっていう番組でさ、そのなんか生まれ変わってもう一回結婚したいってお互い言っててさ、なんかテレビの前でそういうの言えるのっていいよなと思って。あ、ダメだ、クリック雑魚だな。おい、ないぼーないぼー。ちょっと歩きスマホしてたら壁にぶつかった。よくないっすよ、そのスマホ。そうやで。危ないですよ。あれ、その画面、サボタージュの画面だったませんか。あら。これで、スマホちょっと横から見たろ、画面。いや、これね、実はサボが直せるんです。エンジニアだ。エンジニアなんだ。本当はデスノートなんじゃないの。あ、これとか。なんか生まれ変わってももう一回同じ人と結婚したいみたいな人と結婚して。緑、オレンジ。よいしょ。はい。こういうボタンなんですね。ナイス。ちょっと聞きたいんですけど、勝ち合いました？勝ち合ったんですか？いや、勝ち合ったか聞きたくて、勝ち合ってないです。じゃあ、マイモさんは一番左だけ残して去ってったんですか？やば！マイモさん？なんでわかる？マイモさん、法人で見てます。おいおい。あらあら。なんでそれバラすんですか？やめてくれ。どうしたの？貨物の停電の前にいて、マイモさんが。で、俺が停電パカって開いたら、一番左だけ落ちてたんで、あ、マイモさんが直してるんだと思ってパッて離したら、マイモさんが右にスーって抜けていって。なんとなく抜けてったと思ってパッて見たらまだ左が落ちてたから、だから勝ち合ったのかって言ったんですけど、マットメイトってライト無理ですよね。だからインポスターです。だからそうです、白さんはインポスターです。オッケーです。マット指定のインポスターってこと。次絶対釣ろ。あ、スキップしたよ。まあ多分神宮寺さんとマイモさんがいいですね。え、白いよ。いや、行動は白くないよ。最初から行動は全く白くないよ。自主ボタン押して。行動はめっちゃ黒い。めっちゃ黒いです。自主ボタン押して。自主ボタン。あ、お、緑。ちょっとちゃん、ちょっとちゃん。あの番組いいよな。話したっけ、なんかさ、いろんな人生があるんだなーってわかるドキュメンタリー的なやつ最近好き。俺はどうやってこの先生きていこうとか考える。おー、実写ボタンありがとうございます。ありがとう。違うんです、ありがとう。違うんです、その実視点で中指の爪だけは折れちゃった話してただけなんです。どういうこと？あの中指の爪だけ折れたよ。何も弁明になってない。でも白いんです、白いんです。メタ発言ですか？ゲーム外要素の話ですか今。本当に爪が折れたかどうか証拠あげてもらっていいですか。証拠はないんですか。もうスキップ。後で画像アップします。爪の画像。ちょっと、じゃあ一番左だけ上げなかった理由だけ教えてもらえたらいいんで。いや、なんか本音を言うと、他のところの人がなんかどこ上げましたよっていう話を出せるために証拠として使えるかなと思ったら、目の前にいる人が直したっていうだけです。ほんま、いや本当に作戦です、作戦です。まあでもインポスターでそんなわざとらしいことするかなってのはちょっと思ったりとか。そうじゃなくて、今の発言だったら食い違いが出るんだ、ね、あ、そうなんですか。え、どういうこと。俺の視点は、左が落ちてて、マイモさんが直してるんだと思って話したら、俺が直す前にマイモさんはもう右に抜けてるから、あ、私目線アルトさん見えていなくて、そもそも、ああで自分が一番に多分停電の場所についてると思うんですよ。うん、で右のところを2個直して、一番左のところを上げたよって誰かに証明させるために、うん、離れたらまさかの目の前に人がいたっていうだけです。
だから食い違いも多分ないと思います。食い違いはないかもしれないけど、しこたま怪しいと思うし、目立ちたがりやしないですよ、そんなことで。それ白照明、それで白照明取るのなかなか難しいと思います。違う、今の白照明とかじゃなくて、他の人の白照明として使えるからって思って残しただけです。なるほど。そう、ここにいたよっていう。ダメだ、ダメだ、どうしよう、俺の中で全く理解ができない。そうなんですよ、教えてください、お願いします。そうだ、なんか結果として停電が長引き、キルクールタイムがクリアできて、キルが起きそうかもって思った、ムラリがないって思っちゃうのは、そう、僕おかしいです。間接的な殺人犯です。そうですね。じゃあ、もう、許されないから、まあいいかなくらいの。囲碁気をつけます。ちょっとずつ増えてますね。たぶんこれは、中指の爪がキルされてるから、いいですね。それはキルなのかよ。真剣にね、議論を。リフト、あるかな。あったらいいな、リフト。なんかは毎日面白い、僕もやろうかな、一つ残し作戦。ケサントスされるか、これ。うわ、こーわ。お、メッテオさん。はい、はい。新年情報は出ます？ Nothing、ないんだ。ないな。ね、僕じゃあ脇の話をするんですけど、キッチン脇が、のすけといおりさんです。はい、いおりさんって最後どこまで行けてます？コックピット行きました。うん、僕はね、その後ね、武器庫、エンジンの方まで、エンジンの左側で終わってます。はいはい。どうですかね、他神宮寺メイン脇で、メイン結構いたと思うんですけどね。私も空いてます。これもメインだったかな。アルトさんは最後にメインからエレキオリチ来て、僕ははしごで交差して終わってますね。なんか僕メインとシャワー館なんか行ったり来たりしてる。あ、アーカイブだっけ、あれ貨物だっけ、やばい。なんかマイモさんのやつが全然理解できない。覚えてるんだよ、ね、ばれてるの。あれ、ゾニキさんいませんでした、メインは。いやいや、私エンジン脇で、ヨリさんと一緒にコックピット一旦入って、最終に引き返して宿舎前まで行ってます。セルフィーから白出せるんですけど、金庫に一応ゼレクさんとほぼ一緒に並行して動いてて、はい、先端さんが宿舎から多分右のリフトを乗られている状況なので、はい、それ以降は分からないです、一応。あ、その後逆に私が見てるんで、その前までキルしないなら先端さん厳しそうな印象。はい、あ、じゃあ大丈夫ですね。はい、手で直しました。ありがとうございます。はい、ナイスで。直行機右側に入ってったんで、サントスさんですか？アーカイブからで。ああ、じゃあ見てます。サントスさんもできなさそうですね。右の扉も開いてましたし、リフトの初行機。前もさんっていつ見られました、私を？待ってね、アーカイブで、ギリギリ下から、シャワーから誰か入ってきて左側に抜けていく姿を停電直前ぐらいに見た気がする。停電なりかけたかなぐらいに見て、そっからシャワーで、います。中だった気がしますけど、うーん、多分下がりかけの時だと思います。本当に隙間で見えた感じだったんで。エンジン脇ゾニキさんでしたっけ？はい、そうです。で、最終が宿舎前でしたっけ？はい、そうです。宿舎前にゼルクもいるんですけど、あ、入ったぐらい、入ったぐらい、かつ停電でしたよね。あれ、停電じゃない、開けてたと思う。停電ですよ、最後は。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか？してみません？うわーうわー。高校受かった時の春が一番なんか気持ちよかったな。心が晴れた。最初してた。ああ、死ぬのかな。あら。
わからん。停電直してくれた人って、はい、勝ちゃいました。もう2回3回勝っちゃったんで、もう諦めました。右3回勝っちゃって、僕最後真ん中上げて展望デッキで直します。のすけさん展望、はい、はい、で僕その後ね、エンジンまで行きます。センターさん昇降機、はい、でミーティング上がって、サンタさんが右から上の方に、うんうん、見えてます見えてます、はい、エンジン最初に一緒に湧いたの誰だっけな、あれ誰だったっけな、あ、私私私私あ、サントさんか、そうそう、サントサルト、サントサルト、はじめ、マキ、いや、なんか、そう、色が緑だっけ、青だっけ、みたいな、なんかそんな感覚だったから、うん、一応、視認情報があって、停電が、はい、開けた瞬間ぐらいに、シャワーから僕、上に上がってるんですけど、その時に、ゼルクさんがメインに抜か、行かれるとこは見てて、で、タオルタスクを教えるときに、神宮寺さんと一緒で、これが レポートですかね、ボタン。ボタンのちょっと入るぐらいで神宮寺さんが下に行ったぐらいなんで、あ、まあ、引き返すことはないから神宮寺さんが切れないかなって感じです。もしなんかタスクとかで引き返してる場合は神宮寺さん切れるけど、間接的に難しいかなと。僕はゼロクさん見てないんでどうだったかちょっと分かんないですけど、セルフィーさんしてメインの真ん中から左ぐらいってイメージですか、そしたい想定上。あ、まあイケてメインエレクエンジンかなぐらいですかね、うん、ちょっとどう動かれたかわからないんで、エレキはあると言いますが死体は見てないですね、うん、うん、自分ゾニキはセキュリティです。エレキのタスクメイン脇で、エレキのタスクセキュリティのテープタスクで終わってます。真ん中のタスクで、はい、他の人、バイモさん、イオリさん、お願いします。私はアリス側は宿舎前でスポーンして、うん、エンジンルームコックピットで直し、停電中もコックピットいて、エンジンルーム戻ったところで終わりました。誰も待ってません。え、よりさん今エンジンのところおるん？最後のところエンジン入りたてのところでした。入りたてか、あー、オッケーオッケー。僕はエンジンのね、ちょっと真ん中に左ぐらい。トイレ、よし、言えた。貨物トイレ。入れればよかった。短い。貨物からトイレ短い。ちゃんと言えば、ちゃんと言えば、ちゃんと言えるよ。投票意識。いや、停電直してねってことじゃん。つっちまうか。手を引いたら暖かく微笑せたら柔らかく綿毛舞う春風の空は青く、ズボンのポケットで丸々栄華のチケット、泣きどころ笑いどころ二人は妙に似ている気がさ。髪が濡れた雨も空も、え、なんでこれ書いてるの、ちょちょちょ、死んでそう。いやー、やば。のすけさんがやってます。はい、セキュリティのカメラで発見で、ミーティングで誰かボタン押してくれと思いながら待ってたんですけど誰も来なかったんで、カメラずっと光ってたんで死んでるやろうと思って行ったら、発見で、ミーティングからセキュリに行く間なので最終的に死んでるかなと思います。この3キル目だったと思います。先端さんです。のすけさんがやってるのを先端さん見てるでいいですか。いや、死体の方向から歩いてきたのすけさんがいます。のすけさんが神宮寺が僕って言ってるんで、はい、あ、はい、あ、なんかそうですか。セルフィーさんってのゾニキさん見てますよね。ゾニキさんちょっとどこで見たか覚えてないです。ちなみに僕シェリフなんでちょっとお話ししてもらって大丈夫です。すみません、覚えてはないです、ごめんなさい。あ、はい、了解です。ゾニキさんはコミュサボ中に、キッチンから席の方に行ってました。コミュサボ直した方は、あ、
もう死んでるかゾニキさんか。うん、でカメラ見てるのゾニキさんがカメラ見てるっていうのは早い段階から知ってました。ね、僕がセキュリティね、キッチンからセキュリティの方を抜けてセキュリティからエレキに入る時。発言処分ですか。すみません、キッチンですけど、のすけさん、センタンさんに聞きたいです。ご主人様はどちらですか。どういうこと。どういうこと。6人なんで標的に。あなたガチの気分と思ってます。なのでご主人様は使用してほしいなと思っております。いや信じられない。てか信じられない。信じられない。今までの一時。行かせて。はい、大丈夫です。あ、いいですか。一応先端さんの行動経路と今までですよ。で、動き的に僕は先端さんの方が来るっぽいので、もしマイモちゃんが強靭じゃないんだったらここは決め打ちなんでのすけさん入れてほしいです。これが強靭やったら絶対スキップ入れた方がいいよこれ。はい、お願いします。今思ったんですけど停電直してる時点で強靭って語れませんでした。すいません。いやねんまだですよね。序盤でまとめてきてる人は相手番開いてな、うん、違いました。すいません、ボタン押して。意識低いな。危なかったな、教授いなくてよかった。まあマイモさん以外に教授がいた場合困るなと思ってちょっと反応はしなかったですけど、ちょっと手でね、もうハイデマン触ってるからね。ボタン意識が低すぎる。勝てるもんも勝てねえ。やべえ。それから椅子川さん押すしかないけど、止まった人誰だったんだろう。2回目の停電入った。危ねえ。大丈夫かな。マットいないっすよね、さすがに。まあいたらスキップする、はい、まあいたらさっきで出てんじゃないですか。そうですね、さすがにそうですよね。一応実施点だと神宮寺さんが切ってるようには見えるんですけど、一応行動経路教えてもらっていいですか。神宮寺は、はい、ミーティング上がってボタンがねえって気づいて、で、はい、マイモさんとセルフィーさんにボタン押してって言った後に逃げられ、でそのまま、エンジンメイン電気セキュリティキッチンまで行ってます。神宮寺さんの後ろにマイモさんがいるっていう状況です。ミーティングっていうのは神宮寺さん一人行かれました。結構早い段階で行ってますよ。むしろ初手で行ってて、で、はい、マイモさんといて、マイモさんが早々にどっか行き、でボタン押そうと、あ、俺もないってなって降りて、セルフィーさんにボタン押してってもなく、なんかどっか行っちゃったんで、もうあとはもうタスク終わってるんでうろうろするしかなくて、で停電直そうと思って今展望デッキ手前ですね。下位置は？下位置が一応ミーティングのボタンの上にあって。ミーティング、はい。で、先端さんは先ほどの件があるのでほぼ白で置いてるんで、神宮寺さんかマイモさんの話を聞きたくて、マイモさんの行動経路教えてください。じゃあ今は、はい、停電になる前まで、上にいたんですけど、停電直ってから、下行って食器の左側にいた神宮寺さんが降りてきて、そっからエンジンメインで行った時にセルフィーさんと会いましたっけ。僕です。合ってます、合ってます。僕も合ってます。メインで、エレクの、パチッとタスクやって、今シャワーにいます。なんか犬は見えてます、メインのあたりで。まあ、だいぶ後半に、あ、一番最後に10秒前、5秒前、10秒前ぐらいに前を当たってます。位置的になんか僕は宿舎でお会いした時に神宮さんが結構手前に行って、前山さんが下に行って、今の行動経路的には神宮寺さんがそのミーティングの行かれた時に切ってるのかなっていうふうに思ってるので、そうですね。僕目線は
その、まあ、正直どうかっていうと、前もさんの前もさんあたりしかないですけど、前もさんのおすけさん釣りかかってるんで色合わせるしましょう、はい、そうですね、前もさんの初手もあるし、あれはインポスターですけど、初手はインポスターですけど、めちゃめちゃ怪しかったけど、もう正直困るよ、悔いはないっす。いや申し訳ない、ジジさん、ジジナイファイでした、ぐちゃぐちゃにして、はい、何の気分大変申し訳ございませんでした、許しませんよ、いや笑っちゃった。だから私まいもちゃんご主人様かなとか思っちゃったもんね。メテオさんだったんだ、あ、そうです、メテオでした、ごめんなさい、インポスト2人に挟まれちゃって、あのさ、いや俺はねセルフィーさんやと思ったんよ、あ、そうなんですか、うん、神宮寺さんに白出してるから、あー、いや、あそこシャワーで死んでますよ。あ、そうなんや、シャワーで死んでましたね。シャワーで死んでました。あ、じゃあ引き返してるってことですか、右からたの、あの、いや、タオル拾ってて、ゼルクさんが、あ、そう、あ、なるほど、で、右奥で死んでて、あー、いやー、ジジジジイ直します、ジジイガチヤバ、ジジイね、まいもガチヤバジ、いや、もう本当に新しいもうマジシェリフだったんで切ってやろうかなと思ったんですけど、正直正直、いやもう取ってください、もうぜひ次は、俺と先端さんの議論ぶった切って、ご主人様誰ですか、誰ですか、停電を最初に否定してるので、この人何言ってんだろうと思って、停電の配電場所で何を言ったんだろう、この人本音で、スタジーへの本音が出ても、いや信じられへんやろ、一番普通のツッコミやったな、一番そういうコマをかけちゃいけない人が、じゃあ俺なんて言ったらいいんだろう、のすけさんダメだよ、騙されちゃダメだよとか思って、何言えばいいんだろうとか思って、いやもうあのね、もうあ、もう無理やったマジで、いやでものすけさんの信じられないっていう言葉が一番インポスターっぽかったから、のすけさん入れようって確信できました、いや主観でしょ、あなたの感想ですよね、それは、もうね、もうやばすぎる、あなたの感想ですよね、そうそう、プレイだけやのにご主人さんも聞いとるし、もうめちゃくちゃ、何言ってるんやろと思って、何言ってるんやろと思って、しかものすけさんあれやで、あのターンくらいにはもうタスク終わってるで、教授、うん、だから同時に残ってんだったらどちらがご主人様ないのよ、教師者なんだから、分かってるはずですよね、なるほど、次から出します、のすけさん騙されちゃったと思って、すぐ出てたもんな、あの言葉、いやもうね、ごめんなさい、もう次あれはすぐ次行きましょう、次行きましょう、嫌な試合です。